三機編隊の軽爆撃機。この場合、戦闘の一機が長期であり、撮影機を含む後方二機が、その長期の両機となる両機は、講義には次期と編隊を組む遊軍機を指し、競技にはその編隊内において指揮官が登場する長期とペアになる機のこと。ウィングマン、ウィングメイトとも、主に空軍、陸軍航空部隊、海軍航空部隊など、 軍用機を運用する軍隊の航空部隊で用いられることが多い。民間航空と異なり、軍隊の航空部隊では、偵察機、観測機、連絡機など一部の機種や特殊任務時を除き、危険が多く、ハンデとなる、短期飛行、短期戦闘は控え、最低2機、内し3機の編隊を組むことが原則である。編隊内で指揮官が登場する長期をサポートする機を、両機と呼ぶ。 長期は、変態の誘導と警戒の役目を担い、両機は、長期の指示で任務を遂行する。例として、ロッテ戦法、戦術は、2期の戦闘機がハンデとなる、短期戦闘を避け、相互支援することによって、効率よく、また、安全に攻撃できることを目的とした、航空戦における戦術である。2期1組でロッテを組み、長期が敵に対し攻撃。 追撃を行っている間、もう一機の、両機は、長機の上空や後方に食らいつき、その援護、紹介を行う。この際、長機の操縦者は後方を警戒する必要がないため、攻撃に集中することができる。両機の操縦者は、長機の操縦者の部下が務めることが多いが、文字通り後ろを任せる存在であるため、両機の存在は重要な役割を占める。なお、船舶、 艦艇、軍用車両においても、両機と同様の単語は用いられており、それぞれ両船、両艇、両艦、両車と称される。12機の B-17 によるコンバットボックス爆撃機は編隊を組んで飛行すれば、見張りの分担により効率的な防御が可能となる。アメリカ軍では10機以上が密集した編隊を形成するコンバットボックスにより弾幕密度を上げて、 接近を防いでいた。編隊は長期の指示で爆撃のタイミングや目標の変更などを行うが、それぞれに任務基調が登場しているため、戦闘機よりも依存度は少ない。手前がハンター機、奥がキラー機対戦紹介機では捜索機と攻撃機がペアとなって行動するハンターキラー戦術が第二次世界大戦中から始まり、 AF-2W と AF-2S から構成される航空システム、AF ガーディアンなどが運用されたが、機材の進化により、ハンターとキラーの兼任が可能となったため、現代では行われない。主力を退いた戦闘機を無人機に改造し、有人戦闘機の領機として、対地攻撃など危険な任務を行わせるロボット領機の計画が進められている。長期と領機は、 音声無線により連絡を取っていたが、ネットワーク中心の戦いではセンサーから取得した情報を両機関で共有することで客観的な情報をもとに連携を取ることが可能となる。i3 ファイターなどの第6世代ジェット戦闘機では早期警戒艦制機や UAV、地上のレーダーなどをネットワークで連携させ、地上の指令センターが直接編隊を指揮する構想も存在する。 大日本帝国陸軍では、分隊と定義した、エアーフォースハズアン f 1 6ザットキャンフライテイクアウト、エイターゲットオールバイットセルフ、ビジネスインサイダー。ありがとうございます。